SWTPC のロゴサウスウェストテクニカル・プロダクツ・コーポレーション、通称 SWTPC は、かつてアメリカ合衆国にあった電子工作キットや初期のマイクロコンピュータを製造・販売していた会社である。1964年にテキサス州サンアントニオで電子として設立され、1967年に法人化して SWTPC となった。 1990年頃にポイントシステムズに社名を変更し、その数年後に廃業した。1960年代には、ポピュラーエレクトロニクスやラジオイコールエレクトロニクスなど、多くのホビースト向けの電子機器雑誌が電子工作に関する記事を掲載していたが、その多くは、それを制作したいと考えた読者のために、部品のキットを提供する会社を記事の執筆者が手配していた。 ダニエル・メイヤーも、そのような執筆者の一人だったが、彼は自らキットの販売を行い、成功した。彼はさらに、ドン・ランカスターや、ルイス・ガーナーら、他の執筆者のキットの販売も開始した。1967年から1971年の間に、SWTPC 社は、ポピュラーエレクトロニクスの生地のキットを50種類以上、販売した。その多くは、 Hi-Fi、ユーティリティアンプなどのオーディオ機器や ICL8038 を使用したファンクションジェネレータなどの試験用機器だった。1972年 SWTPC 社の数多くのキットを販売し商品カタログは32ページにもなった。1975年1月 SWTPC 社はコンピュータ端末キット TB タイプライターを発表した。 1975年11月までに SWTPC 社はモトローラの MPU を使用した完成品のマイクロコンピュータを製造・販売するようになっていた。それから5年程度で同社は急成長し、従業員は100人以上になった。1975年にコンピュータキットを販売していた会社のほとんどは、1978年までには廃業していたが、 SWTPC 社は1980年代半ばまでコンピュータを製造していた。しかし、その頃にはパーソナルコンピュータの世界は IBM PC やその後換気に支配されていた。1987年頃、SWTPC は o スシステムの製造販売に移行し、社名をポイントシステムズに変更した。この新しい会社は数年しか存続しなかった。 マイクロプロセッサが利用可能になると SWTPC 社はホビースト以外の人々にもマイクロコンピュータを提供する最初の会社の一つとなった。SWTPC 社はモトローラの MC6800 や後継の MC6809 を使用したマイクロコンピュータを製造していた。これらの製品の多くは完成品だけでなくキット形式でも入手可能だった。 SWTPC 社はまた、コンピュータ端末、筐体、プロセッサーカード、メモリカード、マザーボード、i、O カード、ディスクドライブシステム、テープストレージシステムを設計し、製造、販売した。同社のビデオ端末は、TEB タイプライターから始まり、多くの初期の SWTPC システムの重要な一部となった CT-64 端末システムへ進化した。 その後、より高度な CT-82 が導入され、さらにグラフィカル端末である GT-6144 グラフィック端末が導入された。さらに後に SS-50 バスプラグインボードであるデータシステムズ686845ビデオディスプレイボードが導入され、キーボードをこのボードに接続することができた。これにより外部端子は 不要となった。SWTPC 社の SS-50、バックプレーンバスは他の会社にも採用され、ヘリックス社により MC68000 向けの SS-64 に拡張された。SWTPC 社はまた、マイクロコンピュータのユーザーが利用できる初の手頃な価格のプリンタを設計した。それはレシートのプリンタのメカニズムに基づいたものだった。 テクニカルシステムズコンサルタンツ社は SWTPC 互換ハードウェア用のソフトウェアを提供していた。同社のソフトウェアにはオペレーティングシステムや様々なプログラミング言語やその他のアプリケーションがあった。他にもイントロール社の CE コンパイラオミーゴサフト社のパスカルコンパイラ英国ケンブリッジのルシテータパスカルシステム、各種表計算ソフトやワープロソフトなどが サードパーティから提供された。1980年頃までに TSC 社はドマ8インチフロッピーディスクと拡張メモリを搭載した6809システム用のユニックス系マルチユーザーマルチプログラミング OS を開発していた。TSC 社のいくつかの言語はルシテータパスカルシステムと同様にユニフレックスに移植された。SWTPC 社のソフトウェアカタログには SWTPC 社自身だけでなく、TSC 社など多くの会社のソフトウェアが掲載されていた。ありがとうございます。